それでですね、今日はあ破壊陣聖地について、えー、話をします。またそれで2回目ですね、えー、っと亀裂のですね、えー 進展のしやすさを特徴づけるパラメータについて、もう一度ですね、再度振り返りをしておきたいと思います。これ2回目となりますけれども、少し前回に比べてですね、一般的な図を書くことにしましょう。まずこちら側にですね、亀裂の長さが A と。そしてこちら側にですね、こういうふうな任意の形状の物体があると。 こうしておくことによって、まあ、あ小手の話が様々な問題に使えるんだということを、まあ、特徴づけるために、え、境界線は特別の形をせずにですね、え、まあ、2位の形であるということを特徴づけるような図とします。そして、え、ここの一端にですね、え、こういうふうな形で固定をさせまして、え、そしてこちらの方にですね、集中荷重 P を作用させる。これによって、え、作用点にはデルタという変異が生じたと。 いうふうにですね、いたします。で、この時に2つの座標形の取り方をこれまで考えてきました。1つは、亀裂面に平行にして X の1軸を、また、これに延直、上向き方向に X の2軸を取るという、まあ、座標形の取り方と、もう1つはですね、亀裂の先端を原点に取りまして、亀裂面から、えぇ、ー、θ、 だけ回転をしたところに R という極座標形を取ると。こういう二つのですね、座標形をまあ、亀裂先端に取るということでしたで。さて、こういうふうな形に対して、3つねこれまでですね、破壊力学に関するですね、パラメーターについて紹介をしてきたというわけです。これ今、二次元について簡単に考えまして、その板の厚さをですね、B と。 いうふうに置いておきます。さて、一つ目は何だったのかというと、まず一つは、この問題をエネルギーからアプローチすると。ということで、一つはですね、エネルギー解放率と。 もうこれでね、えー、何回もこの言葉が登場してきているので、皆さんも頭の中にしっかりと、えー、覚えてくれたかなというふうに思いますが、えー、これは一体どういうものかといいますと、この物体のですね、えー、全体の形に蓄えられる歪みエネルギーから、えー、外仕事した、外仕事を引いたもの、えー、これをですね、全ポテンシャルエネルギー π というふうに書き、えー、これがですね、えー、亀裂があ、まあ、進展をすると。 進展をすることによりまして例えばこの亀裂面に沿ってですねこんな形でデルタ A だけ亀裂が仮想的に今の状態から進展した時にその時にこれがですねポテンシャルエネルギーが亀裂面進展に伴ってどのように変化したのかと。 全体のエネルギーから亀裂進展に今度は費やされたということですので、そもそものエネルギーが亀裂進展によって減るので、従ってここはですね、マイナスがつくということになるわけですね。で、え、π は、え、π のこのデルタはですね、これマイナスですので、マイナスとマイナスの掛け算でプラスになる。これを記号 G というふうに書きまして、このような量をですね。 エネルギー解放率というふうに言うんだといいううううふに言んだことですここで π はもう一度再録しますとこの K 全体に蓄えられたエネルギーから外からなされた仕事 W の差し引いたものであるということになるわけです次にですね今度皆さんに紹介した別のエネルギーのパラメータは何かと言いますとさらにですねより一般的な材料の変形挙動を 表現できるようにするということで、J 積分というものをですね、皆さんに次に紹介をしたということになるわけです。J 積分の場合には、経全体のですね、エネルギーの変化を見るのではなくて、亀裂の先端を中心に、この原点を中心にして、このようにして、 亀裂の先端を取り囲むような仮想切断線をまず取ると。この仮想切断線を今ガンマというふうにしますと。このガンマの中では、亀裂の先端ではですね、蘇生変形が生じたりするということで、損傷が発生するような領域を取り囲むように、このガンマをですね、取るということになります。そうすると、 これについてもね、その時にはちょっと難しい式を示しましたけども、その時に、このガンマで取り囲まれた、この小さなですね、領域の生ずる全ポテンシャルエネルギーの計算をし、亀裂進展によってどれだけそれが変化をするのか、結局はまあこの式と同じなんですけれども、この π の中のこの u、 この U は非線形な物体に蓄えられる歪みエネルギーに置き換えられたというような一般的な式になっているというわけです。最終的な式はこんなふうな形だと。あまり式のね中のことはあまり意味が君たちにとってはないわけですけれども、まあこんなふうな。ここ、内積の部分をですね、展開しておいています。 これどんなふうなことかと言いますと、ここはですね、物体に蓄えられる、物体といっても、この領域の中に蓄えられている、応力歪み関係ですね、非線形なものまで含む、応力歪み関係。そこから t1 は力、表面力に、まあ、変異の、まあ、勾配になっているわけですけれども、これが外仕事の変化率になっているわけですので、形式的には、結局は、まあ、この式とほぼ同じなわけですけれども、非常に重要なところはですね、この u に、まあ、どんなですね、非線形な物体に蓄えられる非線然面エネルギーを入れても、この式に比べると万能にですね、まあ、計算ができるようになるということになるわけです。ただし、 男性体の場合にはですねこの時にはこの時にはこの J 積分というのは G というものと一致するとまずこれがエネルギーからのアプローチであったわけでその次今度先週やったことは何かと言いますと。 亀裂先端に生じている、えー、応力の分布ですね。えー、それについて、えー、話をしていったということになるわけです。で、ここで、えー、応力の亀裂先端の前の応力分布のスケールはどうかというと、今こちら側にお示しをしたあーう使うか、えー、領域でいうと、本当にこのガンマーの領域よりももっと小さな、もう本当にここのところの。 限られた領域の話すここのところの青い線の部分のところの R に沿う応力の分布をズームアップして見ているということになるわけなんですね。そこの部分をちょっとここでズームアップして書きますと、ここにこういうふうに亀裂があると。そうしてこちら側からこちら側に向けて今 R と。そして便宜上こちら側の方にですね、応力のシグマと。 というのを取りますと、その時にはですね、いくつかの力のかかり方ということで、モード1。シグマのの0。もう一つは、面に先端方向の応力ということで、モード2。こういうふうな、あと面外方向でしたね。こちら側の方にも、モード3という力がかかると。 いう可能性がある話をしたんですが、今二次元の話を限定しますと、その際、形成される亀裂の先端の形状能力分布は、どんな力の負荷のかかり方であろうが、このようにしてルート R 分の1のように、応力が分布をするということと、もう一つは、こいつが高いか低いかというのは、応力拡大係数によって決まると。 そうして、その応力拡大係数の記号を K というふうに書きますという話をしたと思います。で、応力分布の形よりも、応力の大きさの方が重要であるという話もしたと思います。で、この時、応力拡大係数と垂直応力、並びに先端応力との関係はどうかというと、亀裂長さを A というふうにしますと、K。 モード1、1の場合には、モード1の場合には、シグマ0のルートの πA と。モード2のとき、先端応力のときには、k の2イコール、タウの0、ルート πA と。こんな風にして、それぞれの負荷に対して、応力拡大係数、 が計算されるということでしたね。えさらに、その後にですね、えー、もしこういうふうな任意の形状、えー、この回は、えー、無限の板のところに亀裂が存在しているときの理想的な答えであって、実際には有限幅の形状に亀裂がある問題ではどうかというと、えー、ここに補正係数を入れると。そうすることによって、この式がそのまま通用するという話もですね、その際にしたと思います。 こんな風にして、M1 や M2 という、まあ、補正項を入れてあげることによって、どんな形状のところに存在している応力拡大係数も表せると。ただし、この M1 というのは亀裂の、えーと、その物体の形状に関するですね、えー、情報がこの中に入ってまいりますけれども、基本的には、 どのぐらいの応力を付加して、どのぐらいの亀裂長さかというものに対する感度は、K1 であろうが、K2 であろうが、変わらないという話を、まず一つでしたと。これが30。最後に今度はあ、こういう話をしたんだよね。40では、ひとまずエネルギー解放率 G と。 いうのと応力拡大係数はこちら側は亀裂センター能力の分布であるこちら側は物体に蓄えられるエネルギーがいかほど解放されたかという話であるということですがこれら2つは独立した話ではなくてお互い同士関係をしていますよということで G イコール E 分の1の K1 の2乗プラス K2 の2乗 えー、この間の時には K1 の時だけ話をしたんですが K2 の時にも同様にしてこれ加え合わせれば、えー、よろしいということになるわけです。えー、こんなふうな形で、えー、エネルギー解放率に始まり、えー、J 積分という量を、えー、紹介するとともに応力分布からあここにありますような、えー、応力拡大係数さらに応力拡大係数とエネルギーの関係を関係づける式を関係式をね、えー、紹介したということなのですが。 ここで重要なことはですね、この計算結果は、どのぐらい能力が付加したのか、どんな形状か、亀裂長さはどうかという量から、単に計算される数値であって、この値がいかほどであろうが壊れるかどうか、亀裂が進展するかどうかの判断にはならないわけね。で、これをですね、一般的には、どれだけ亀裂を進展させるための力を表しているのかということで、 通常はこれらのパラメータは亀裂進展駆動力というふうに言われる。 呪裂進展駆動力というのはいわゆるニュートン力学における失点にどのぐらいの力が作用しているのかということを示しているのがあってその失点が動くかどうかとはまた別の話になってくるわけなんですね。さてここまでは完全なこれまでの第1回から第3回目までの破壊力学の授業の復習とまとめと要約ということになる皆さんこれだけ複雑なことを実は勉強してきたわけなんですがさて今日はですね この計算値をもってして、亀裂が動くか動かないかという話に今度映るわけで、そのためにではですね、 すなわち、亀裂がですね、進展、あるいは言葉の使い方によっては成長と言ってもいいわけですが、し始める時の判定条件というのが今度必要になる。こういうわけなんですね。 さて、今、もう一度再掲をしますと、左辺にはですね、ある物体の形状の中にある長さの亀裂が、シグマやタウという応力が作用しているときに、亀裂先端の、ここ、亀裂先端駆動力を計算したときに、K1 や G や J だったというふうな数値を計算されたとしましょう。一方、この右辺には何が必要なのかというと、K1C。 あるいは GC、JC というような、その材料固有の値がありまして、もし今計算された亀裂進展駆動力が大きくなれば、この時に亀裂が進展をし始めると。これより小さければ、K1 や G が、J や、これの値よりも小さければですね、それはもう動かない。亀裂は進展しない。 これがもう判定基準になるわけですね。これが両方揃って初めて測り企学が威力を発揮するということになるわけです。さて、この右側の、こちら側ですね、新しく出てきた K1C、GC、JC という量ですが、このことをですね、破壊人聖地という。 この破壊人生値というのは、えー、材料固有の値であると。非常に大切な量で、えー、こちら側の左辺はあ計算によって求められるが、こちら側は材料固有ですので試験をしなければわからないということになるわけですね。えー、ここで初めて、えー、材料の特性がわかって、初めて亀裂が進展するという、まあ、判定基準が、まあ、はっきりしたということになるわけです。 さあ、それではですね、ここのところの代償関係のところを少し図を使いながら少しもうちょっと詳しくですね、説明していきたいと思います。これがないとですね、単に大きいから亀裂が進展するんだというだけではね、ちょっと知識としては非常に不十分ですので、従いまして、どんな風なですね、経営を考えるのかというところをですね、少し見ていきたいと思いますが、今まで通りですね、合体のですね、 天井から板が吊り下げられていると。でそうして、ここの部分の中心部分にですね、長さ 2a の下添え字0の亀裂長さが初期的に存在しており、この下のところにですね、応力シグマが作用したと。まあ、通常、p を書いているわけですが、 これからちょっとシグマの方が活躍しますのでシグマというふうに書いておくことにしましょう。はい、じゃあこのページも一緒に消します。さて、この時今これがですね男性体としますとエネルギー解放率 G と。 いうのは今先ほどあそこにですね、書いておりますように、弾性係数を今、これ垂直、亀裂面に垂直方向能力で作用しているので、これはモード1に相当すると。ですから、ここにはですね、K1 の2乗という項だけが残ってくるということになるわけです。一方ですね、この亀裂先端能力拡大係数 K1 は、 えこちら側にあります、M1 のシグマ0のルート πA であるということですので、M1、シグマ0、ルート πA、ここに今、0つけとかなきゃいけないね。ここの長さがこれ今、2A ですけれども、半長さで今、A0 と。 いうことになるわけですねで。ちょうどこの板がですね、有限幅ですので、これを考慮して、こちら側の蘇生、あの補正係数はですね、そのままつけておくということにします。でさて、今、この K をですね、こちら側のところにこうぶち込んでやると。そうすると、G イコール、2分の、M、1の M1 事情、シグマゼロの事情、 πA の0というようなです、ね、形になってくるというわけですねあ。失礼しました。今、ここ初期亀裂 A なんですけれども、亀裂長さがどう変化するかによって、応力拡大係数がどう変わったかということを知りたいために、ここちょっと0を抜かさせてください。通常の A という亀裂長さにちょっと戻させてください。 で、これをですね、えー、さらに使い勝手のいいような形にするために、M1 の事乗の E 分の π のシグマ0の2乗の A と、えー、こんな風になるわけですね。そうすると、これからわかるように、エネルギー解放率は、あ付加させた、ちょっと待ってよ。 えと、ちょっと待ってください。ここにもゼロをつけなくていいですね。これは失礼しました。ここもゼを取ってください。ね、ごめんなさい。すべてゼロの下数値をひとまずちょっと取っといてください、えー。G は作用させている応力の二乗に、また G は亀裂長さに比例をしているということになるわけです。さあ、これからですね、エネルギー解放率と亀裂長さの関係について、ちょっと図式で持って 破壊について考え方を見ていきたいというふうに思います。まず、縦軸にはエネルギー解放率をとる。横軸にはですね、亀裂の長さをとります。 さて、えー、ある亀裂長さの寸法の材料でを材料試験をして引っ張ったと。その時に得られたエネルギー解放率がこれぐらいの値だったとしましょうと。これは今与えられているものとすしかもこれがですね、重要なことは、亀裂長さによらず、全く同じエネルギー解放率に到達すると、亀裂が進展してこの材料が壊れるということが材料試験で分かっているものとします。 今、この亀裂長さ 2a ですけども、半長さが重要ですので、a0 をですねこちら側にこういうふうにプロットをしますと、そうするとちょうどここの破線のここのところでこうぶつかるところで亀裂が進展をして壊れちゃうというような状況下になっているという、まあ、これ、破線補助線というふうに考えておいてほしいですね。 さて、今ですね、G と A が正比例の関係をしているということは、ある応力シグマがシグマ1のときに、亀裂長さとともに応力拡大係数はこういうふうな関係になるということがわかる。シグマがシグマ1と。あるシグマ1という応力を付加したときに、今、初期亀裂長さが A0 ですので、そのときに計算される応力拡大係数、 エネルギー解放率はこの量になると。しかしですよ、A0 の時に、えー、亀裂が不安定に成長して壊れる時の GC の値というのは今ここにありますので、まだまだこの応力では壊れる時のエネルギー解放率と現時点のエネルギー解放率の間にはこれだけ差があるわけなので、この状態ではまだこの材料は亀裂をまあ進展をさせないと。 さらに応力をですね、増加していきますと、この傾きが増えるとこの時をシグマイコールシグマの2と。そうすると、その時のエネルギー解放率の値は前に比べて増加をするわけですが、まだ壊れるには到達をしていないという状況になる。 最後に応力がちょうどぴったりここのところにぶつかるようになる、負荷になると。<laughs> そうしますと、この時点でシグマーさんという応力を受けることによって、気液センター能力エネルギー解放率 G が GC に一致しまして、そこでその材料が突然バカッというふうに壊れると。 えそのようにですね突然壊れる時を不安定破壊というふうに言います。それで、えー、まずですねこの図正しいんですけれども。 まずですね、ここでちょっと気をつけておきたいことはですね、えー、GC、亀裂長さのどんな大きさに対しても GC、破壊人生値は一定だとで。こういうふうなですね、特性を持つような壊れ方をする材料というのは非常に限られているんですね。例えば、ガラス。 とか、器、瀬戸物、セラミックス。こういったものは、ある応力に到達すると、ポコッと壊れちゃうわけですね。割れちゃう。こういうのを税制材料と、こういうふうに言うわけなんですが。 税制材料はどんな亀裂の長さであろうが、ある固有のエネルギー解放率 GC に到達すると不安定に壊れるという性質を持っています。で、こういう場合はですね、亀裂長さがどんな長さであろうが GC の値は一定ということは、これはですね、材料常数と言えるわけです。材料常数といっていい資格があるわけです。 材料によって1であろうが10であろうが何か決まってくるガラスの時は何がし、セラミックスの時は何がしと。さて、しかし皆さんは前回の授業で知っているわけだ。ここのところが蘇生変形をすると、亀裂先端の応力が鈍化しまして、幸福応力を超えないような応力分布になる。そんなわけで J 席部の話とかを導入をしたわけですけれども、 実際の金属材料、一般的な材料はですね、どんな GC の線図を描くのかといいますと、こういうふうな亀裂長さに対して一定値を持つということはありません。通常の場合には、 どんな風な GC を描くのかと。まず最初にですね同じようにして左側の図と意識するために縦軸を G 横軸を亀裂長さという風にして取ります。先ほどは初期亀裂がどこに取られていくようが GC の値は全部同じだったんですけれど通常の材料の場合には 初期亀裂長さ A0 から引っ張り試験を開始して GC の測定をいたしますとこんなふうなカーブになる亀裂の長さが増加するとともにエネルギー,エネルギー解放率 GC の値も単調に緩やかに増加するようになる通常の場合は亀裂長さによらずに GC が一定になるということはなかなかまれで ある初期亀裂が与えられて引っ張り試験をして、えー、後でどういうふうにしてその試験をするのかという話は簡単にしますけれども、亀裂長さに伴って GC の値が単調に増加するようになる。こうなると、初期亀裂の位置によって、この GC の値が変化するということは、先ほどのやつはですね、亀裂長さによらずに GC は一定ですので、材料乗数としての資格があるわけですけれども、もうこうなってしまうと、 初期亀裂長さによって GC の値が変化してしまうということで、これは GC はもう材料上数とは言えないわけですね。そこで通常、破壊り学ではですね、これをリディスンスカーブ、R 曲線と。 しかも、材料試験のですね、初期亀裂長さ A0 の取り方によって、R 曲線が右に行ったり左側に行ってしまうので、通常はですね、原点をこちら側の方にシフトして、A0 の初期の、初期亀裂長さが原点となるように、この R 曲線を描くというのが普通なのです。そうしますと、この曲線がこうかけると。 縦軸は G ですけれども、横軸の A は A から A0 を引いたものをデルタ A、すなわち亀裂が進展した量ということで、デルタ A というふうに書きます。そうしますと、この A0 のこの原点がここまでグーッとシフトしてまいりますので、そのまま形を保ったまま左側から右側にこう変化する。こんなふうな亀裂進展量に対して G の値、 R 曲線というのは書くというのがまあ通常の場合ですねこういうふうな格好になるというわけですさてこの図と先ほどのこのシグマ1シグマ3シグマ3のこの外から負荷を作用させた時のエネルギー回復効率と亀裂長さの関係をですね この線図上に、えー、一つ一つちょっとプロットしてみることにしましょう。これが材料のですね、破壊抵抗曲線の R 曲線になるわけですが、今、この原点がですね、左側にこういうふうにシフトするような格好になるわけですので、本来であれば、シグマイコールシグマワンで、この傾きでずっと変化してくるという曲線。すなわち、この場合には、ここからこういうふうにですね、シグマイコール シグマ1で変化する。この点を左側にシフトさせている。このシフトさせた位置がここにシフトされたと。いうふうにいたします。シグマ1という負荷をですね、この平板に対して応力を作用させると、その時にはこんなふうな形で同じ傾きで書くとこううふうになる。 そうしますと、この時、ここの原点にあったものが、ここからここまでずっと移動してくるわけです。この交点のところに今、亀裂の先端のエネルギー解放率の状態に達していると。さて、亀裂の先端がどういうふうになっているのかということを、ここに示す模式図をこの下に書きましょう。そうするといろいろなことが見えやすくなってくる。まず最初、負荷がかかっていないときには、亀裂の先端はこういう形で今、閉じていると。 シグマイコールシグマ1の負荷をかけますと亀裂の先端がこの点まで進展、まあ、見かけ上の進展というか増大をしまして亀裂先端が蘇生変形をすることによってこのような形で亀裂先端が鈍化をすると同時にこの先端のところで蘇生液が形成される。 さらに、応力をシグマー1からシグマー2に増加をさせますと、あれと同じような線を書くと、こういうふうな。そうしますと、この R 曲線との交点が今、ここに来まして、そうして、この補助線を延長した向き方向に引きまして、A を書くと、さらに、応力の負荷によって亀裂の先端が鈍化すると。 そして亀裂前の蘇生液がもっと大きく広がってくるとさらにシグマ3まで同じようにしてオレゴを付加させるとそうするとちょうどここと R 曲線を接するようなところにまでくる そうすると亀裂先端でどういうふうなことが起きるのかと言いますとこの時になって亀裂がこの先端からこういうふうにひげのようにして成長し始める実際に亀裂の先端の進展の状況と普通の金属材料のですねこの GΔAR 曲線を描く時の実験 亀裂の先端の状態がこの先端の状態がどうなっているのかっていうのを詳しくこう調べてみるとこんなふうな関係になっているわけですすなわち通常の金属材料というのはこの R 曲線と外から作用させた応力によってその材料が応答した時のこの曲線との ちょうど接するところで不安定破壊が生じるとあとはですね簡単ですね、このあとさらに応力を増加させますと亀裂が急激にこちらからこちらに向けてぐーっと不安定に進展し始めると。 でこういうふうな場合は通常の金属材料の試験をするときには繰り返しになりますけれどもこんなふうな形で亀裂長さによらないきれいな GC 破壊人性値を得るということはほとんどなくて通常の材料というのは亀裂長さに応じてエネルギー解放率の抵抗量いわゆる破壊人性値というのはこのようにしてこういうふうに緩やかにですね増加するというのが一般的で。 その時の亀裂の先端というのは最初のときにはこのようにして緩やかに蘇生変形を伴いながら開口していきこのようにして接線に到達したときに亀裂の先端が急激に不安定に破壊をし始めるというプロセスでですねえ材料亀裂を有している材料というのは壊れるということなんです。これは申し訳ないんですが実験をした人しかよく観察をした人しか知らないような話なのでねなかなかこういう話を えするというのは材料強度の非常に難しいところで頭の中で聞いていてそうなのかと言ったけれども実際にこれを実験しないと先生の言っていることは一体どういうことなんだろうかということが、えー、なかなかこうちょっと伝わりにくいというのはまあ難しいところなんですね、うん、こういうのを授業でやるというのがねさあえー、っとそれでですね R 曲線についてはこの辺りで話をしておきますけれど止めておきますがここのところの R 曲線ですとか、あるいはここにありますような、えー、破壊人生地ですね、えー。こういったものをじゃあ次にですね、どんな風にして実験で測定をするのかというところをですね、少し簡単にですね、実験をしてみて、えー、説明をしてみたいと思います。すなわち、こういう風な線、あるいはこんな風な実験線というのはですね、どんな風にして取るのかということだけ、 少し簡単にですね話をしておきたいと思います。 8の2で、破壊人生試験方法について、しかしこれは簡単にですよ、えー、説明をいたします。えー、大きく分けて2つあるわけですけれども、一つは、K、K1C、これはアメリカのですね試験企画の ASTA。 ASTM あるいは日本では GSME 日本機械学会がですねこの破壊抵抗曲線と測定をするためのあるいは破壊実施設置を計測するための試験方法を企画化しておりますので今ここで説明するのはその概要だけで実際に皆さんがですね必要に迫られて破壊試験をしなければいけない時にはその企画書をですねよく読み試験編の形状も決めるということになるわけです。 その際にですね、よく一般的に使われるのは2つの試験編です。一つは、 こういうふうなです、ね、板、厚さ B の板に対して、このようにしてですねスリットを加工しておくと。ここにこう穴をですね加工して、その上端と下端にですねピンを入れて、荷重 P でですねお互い同士口が開くように力をかけると。この時ですね作用線から亀裂の長さまでを A、また作用線からこちら側の内側の右側の自由端までの幅を W というふうにいたしますと。 でこの力をずっとかけていくと、ある荷重のところで、通常の場合はこういうふうにですね、荷重と亀裂、荷重を作用させた荷重作用点での変異量、これを縦軸を軸に取りますと、こんな形でぐっと上がっていって、あるところで PQ という値に到達すると、亀裂がですね進展をし始めて、応力が、荷重がまあ下がると。この時の最大荷重 PQ をですね求めます。 pq を求めましたら、これはこの企画書の中に書いてある公式ですね。kq イコール、B、b√w 分の pq。ここは試験編の形状に依存するので、さっきの m と同じですけれども、w 分の a、えー、亀裂長さの比の関数ですね。で与えられている公式が長いのが与えられているので、 この PQ をですね、こやつの中に代入し、亀裂長さもですね、ここの中に代入する。あとは全部試験のサイズに決まってきますので、そうすると、その時の応力拡大ケースがまず求まる。もう問題はここなんですね。この板幅がですね、薄い。薄いと、これになっちゃう。 蘇生変形が亀裂の先端でいっぱい形成されて、この板厚さがうついと R 曲線みたいな結果が出てきちゃう。そこで企画書ではですね、どういうことをやっているのかというと、この板の厚さをどん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 厚くしていく。平面歪み状態まで持っていく。そうしますと、こういうことが起きる。縦軸に KQ。 横軸に試験片の厚さ B よと。いろんな試験片の厚みのものを準備しておきまして引っ張る。引っ張った時に亀裂が進展した瞬間の PQ の値で KQ を計算すると。最初、板厚が薄いと亀裂の先端が蘇生変形しますので、応力の分布が下がる。ですから応力拡大係数がこんな形でくる でその後、今度はですね、ずっと板厚を厚く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 していくと、次第にぐーんと下がって、一定値になる。KQ が B が薄いときには、こちら側にあるような R 曲線に非常に近い形になる蘇生変形するので、しかし、板厚がどんどん厚くなってくると、気列先端の前で発生する蘇生器の領域がどん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 小さくなっていって、こちらに近づくんですね。 どんな金属材料も非常に厚い板を引っ張ってあげるとこちらの方の性質に近づいてくるとその値を今 K1C と C もし K1C がこういうふうな形で亀裂長さによらず一定であるとするのであればこの K1C はまさに材料乗数というふうに認めていいだろうと。 そこで破壊人生地がなぜ金属材料でも平和水は材料上数化と言われるゆえんはここなんですね。薄板の場合の時には平面応力状態に非常に近くて亀裂センター前の応力がですね凹むようにして変形をして非常に大きな組成器を形成する。ところがどん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 板厚が厚くなってくると変形が拘束されて亀裂センター前の組成器がどん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 亀裂の先端に集中するようになり応力の分布が次第にですね 通常の男性体能力分布に非常に近づいてくる。そうすると、板厚がどん,どんどんどん厚くなってくると、そのとき材料試験で得られる値というのは、先ほどの、ね、GC のあの曲線に非常に近づいてくるようになる。そこでこれを K1C という、これをです、ね、改めて破壊力学では破壊人生値とし、 材料機械的な特性、幸福効力や引っ張り強さや伸びと同じような位置づけで、こいつをですね、材料試験のデータとして見なしていこうというような話になっていると。こういうわけですね。えー、っと、そのぐらいにしておきましょうかね。 本当はこの後にちょっと J 積分の,あこの R 曲線の測定の仕方を説明しようと思ったんですけれども、ちょっと話がややこしいので、一番簡単なところまでで、これについては、ちょっとここまでで一旦1と書いておきましたけれども、ここちょっと消させてくださいね。であとはこの K1C の事情して男性ケー数で割り算すれば、自動的にこの GC が求められるというふうなからくりになっているということです。じゃあ次行きましょうか、どんどん。 で、ここはね、ぜひ皆さんにちょっと感覚として覚えておいてほしいことを、これから記述をします。 材料の機械的な性質と破壊人生値の関係をですね、少し触れておきますとそうすると少し材料に関するね、破壊抵抗に関する感覚が非常に身についてきますしこれちょっと覚えておいてほしいですね。まず材料の機械的特性と。 これは材料の引っ張り試験をすることによって得られるということは1年生の時に話しているわけですがとりわけその時に重要なのはシグマ Y の幸福応力とシグマ B の引っ張り強さとイプシロン F の破断伸びのこの3つのパラメーターが材料のですね強さを決定的に特徴づけるヤング率は変形のしやすさですので今機械設計をするときには幸福応力引っ張り強さ どのぐらいまでその材料が伸びたのかということ。それともう一つ今学んだのは、これに対局するような形で、もしこれはですね、機械的特性には材料に亀裂が存在していない時の単位の材料のレスポンスに相当するわけですけれども、これに対して今我々は破壊人聖地というのを勉強したと。 この時、これに対極する物性値としては K1C と。あるいは GC。まあ、J も入れてもいいわけですけど、今、こんな風な形で2つの対極するパラメーターが出てきたと。じゃあ、次はですね、こいつとこいつがどういう風な関係になっているのかということについて考えてみたいと思います。例えばですね、ある材料に比べて、もし幸福応力が高いと。 そうすると、自然的に引っ張り強さも大きくなると。で、材料の引っ張り、応力歪み曲線をここに書きますと、通常、歪みと応力、降伏応力が高く、かつ、引っ張り強さがまたさらに高いような材料というのは、実は、 破断伸びが非常に低いんですね。この極限に行くのはセラミックスなセラミックスはシグマー B が非常に高いけれども伸びが小さいわけ。そういうふうな材料というのは K1C や GC というのは極めて小さい。亀裂に対する抵抗性が小さいわけ。 そこでどういうことがここで言えるのかというと物を設計するときにどのぐらいの応力が作用されたら許されるのかということで幸福応力や引っ張り強さがなるべく高い材料を選んでそして作用する応力に対する応力の安全性を担保しようとするという傾向が非常に強いわけですがここで知ってしまったことは何かと言いますともしその部材に ある寿命の近く、あるいは半分ぐらい使ったときに亀裂が入ってしまったときに、今度は亀裂に対する感受性が高くて、亀裂が非常に進展しやすいような状態になるわけ。一方、これとは今度逆ですよ。幸福応力が低くて、そうすると、もちろん引っ張り強さが小さくなる。そうすると、これどういうようなことになるのかというと、こういうふうに、 なりましてこういうふうになるこういうふうな材料というのは非常に伸びる材料がよく伸びて幸福効力が非常に低いということは K1C や GC は非常に高いすなわちここで皆さん絶対に覚えておいてほしいことは 材料の機械的特性に優れる材料は、亀裂に対しては核も弱いと。両方とも強いという材料はないんですね。そういう意味面白いんですね。今、例えばですね、私らもの研究の分野でですね、まあ、特徴的な材料として新材料があ。まあ、以前、第何回目かに皆さんガスタービンのタービンの材料の話をしたと思うんですね。 最初は多結晶の材料で高温で使われると。ところがこいつを高温で使っているとだんだんその温度が高くなっていくので強くするために結晶流解をなくして単結晶にしていった。単結晶にするということはどういうことかというと、多結晶の時には幸福効力や引っ張り強さが低かったものを上げていくことになる。 上げていることになるということはどういうことかというと、破壊人成長を下げることになるので、タービンにちょっと傷が入ったら、ものすごく脆く壊れちゃう。ロケットエンジンもそうですね。新しいものを開発しようとすると、常に強いものを作りたがる材料は。ところが、強いものを作りすぎると、亀裂が入るとアキレス腱になっちゃってもろくなる。 人間もそうじゃないですか精神的にタフなやつっていうのは案外ポロッともろと脆いと覚えたなんかいつもこう大丈夫かなってやつは結構長生きする材料もそうなんですねそこでとにかく強いものの材料を作ろうということを探求しすぎたあまりにもろに弱くなるだからね アルミニウムっていうのはめちゃめちゃ幸福効力が低いんだけれども、自動車でめちゃめちゃ使われてるのはここなんですね。よく伸びる、よく耐える、亀裂が入ってもよく変形するんで、アルミニウム合金っていうのはもう極めて重宝されてる。ステンレス鋼極めて重宝されてる。中鉄はどちらかというと破壊人施設は低いですからね、幸福効力高い。だから、血管があるとそこで下に落としたりするとポコッと割れてもう壊れちゃう。 昔はエンジンは鋳鉄を使って作ってましたけど、今アルミニウム合金でやってんだね。そこら辺もそういう理由があるんじゃないでしょうかね。これは非常にすごく大切な性質で、実験をしなければわからないということではなくて、皆さんが感覚として、ぜひともこれを覚えておいてもらって、何かの折に触れてほしい。この機械的な性質めちゃめちゃいいんですよって売り込みがあった時には、じゃあ亀裂がもし発生しちゃったら、 どのぐらい耐えてくれますかねと、こういうふうにやってみると。そうすると向こうがもしかしたら、そこはこれから考えてみますとかね。さて、しかしですね、どんなに幸福効力が高かったり、引っ張り強さが高い材料でも、亀裂の進展をですね、まっすぐ伸ばさないで、屈曲させて進展させるって方法もまた破壊人生値を見かけ上あげるコツになる。それをね、来週ちょっと いっぱいいろいろ資料を簡単なものを準備してみましたので少しその話をパワーポイントでこの先をちょっとねしてみようと思う。来週はですね亀裂のですね進展を制御することでもともとはそんなに強くはないんだけれども見かけ上強くさせることができる。こんなふうな考え方がですね最近非常によく 研究をなされるような、まあ私どもの研究室でもそういうことをやってるわけなんですけれども、非常にそういうふうに今、今亀裂の長さをですね、成長を、まあ、わざと組織を制御させて、コントロールさせて、破壊人生地もこちらも高くして、こちらもなるべく高くさせたいというようなね、そんなふうな、 研究が、ねまあ、活発になされているというところをちょっと来週少し話をしたいんですがこのままではちょっと終わらせられないのでもうちょっとだけ少し今日話を進めたいと思います。最後はですね今話をしていたのは単調引っ張り価値の話でしたけれども実際にはですね疲労ですね。 この授業の始めの時にも疲労の重要性を何度も言いましたけれども、疲労亀裂の進展、あるいは成長、そういう話をですね、最後に今日しておきたいと思います。でなぜならば、単調に力が部材に作用して亀裂が安定成長して壊れるというものづくりをしない。 ほどのことでない限りね例えばですね、圧力容器のようにして、内圧が作用している場合には、圧力がずっと作用しているので、不安定破壊を起こす可能性が十分ある。ところが、普通の一般的な構造物のように、外力が作用する場合には、力が作用したことで一発でポーンと壊れるような壊れ方はしなくて、疲労ですね。繰り返し荷重がかかって、いつか壊れるというふうな。 ところが非常に重要になる。実は、測り計画がですね、非常にこれだけ急成長したというのは、この疲労亀裂の進展挙動をものすごく精度よく測定できるんだと、予測できるということを、実は測り計画がなぜここまで何十年も皆さんに愛されて、研究されてきたのかというところに。 ななるわけなんですそこのところ一番最後にちょっと話をしておきたいと思います、えー、通常機械の構造物には不規則にランダム荷重が作用して疲労亀裂が進展する発生進展するということはすでに以前の授業で話をしていますけれども今はですね簡単のために規則的な応力波形が、えー、亀裂の存在している部材に作用しているというものとしますその際にシグマのミニマン シグーマーのマックス。この最大の応力と最小の応力を三角形を描きながら規則的に応力がですね、作用しているというような簡単な状況について考えます。複雑なものについてはまたそれを組み合わせればいいわけですから。で、ここのところの最大値と最小値の応力の範囲をデルタ・シグマというふうにいたします。 さて、2a の亀裂長さが存在し、かつ適当な有限幅の板に対する応力拡大係数 k は繰り返しになりますが、k 以降、m のシグマのルート πa と。これはもう繰り返しになりますけれどもね、これはもうユニバーサル絶対だ。 ところが、今の場合には、亀裂先端では、シグママックスとシグマミニマムが交番して作用していますので、この時の応力拡大係数を K マックス。最小応力の時の応力拡大係数を K, K, K ミニマムというふうにするときに、最大値と最小値の応力拡大係数がどういう値を取るのかというのは、この公式の中にそれぞれの応力を代入すれば、すぐ求まると。 こういうふうになるね。ただ代入すればいい。ポイントは疲労の時にはこれなんですね。最大値と最小値の間をどのぐらいの大きさで行って帰って行って帰ってしているのかというのが、亀裂が前に行くための亀裂進展駆動力になるというふうに考えるのが一般的ですので、この上から下を引く。 そして、えー、このデルタシグマに相当する、デル、K マックスから K ミニマムの差を、今、これをですね、デルタ K と。そうして、こういうふうな式が出てきた。デルタ K。 イコーール M デルルデタシグマルートパイ8これ非常に一つの重要な公式でありましてこれを赤い枠で囲ってこれにはまた特別な名前がついている。 動力拡大係数範囲という名前があってこれは亀裂の先端の前にデルタシグマの応力が繰り返し作用した時に亀裂の先端の応力亀裂進展駆動力がどれだけ上がったり下がったりしているのかという量を単に示しているだけなんですねこれで亀裂が進展するかどうかは分からないんですがしかしここでですねパリスさんという人がこういう法則を発見したあらゆる実験データを整理するとこういうふうになる すごいですね。1サイクルあたり亀裂が進展するスピードというのは、応力拡大係数をべき乗したものに比例する。C と M というのは材料乗数です。通常この M というのは材料の種類にはよりますけれども、だいたい2から7という値を取るというふうに知られております。これをね、パリス速というわけです。 これを知らなないいい人はいないんだそのぐらい有名なのつまり亀裂進展試験をして C と M の値を決めればですねデルタ K の値がどの値であろうが1サイクルあたりどれだけ亀裂進展して伸びるかということをこれを使うと正確に計算できるとこよ。この式があるから事故が起きた時に破面解析をして いつごろ何サイクルどのぐらいの能力が作用していたのかが予測できる。さて、このところで僕はいつも好きな話を少しすると、このパリストね、このパリスさんっ人が発見したわけだけれど、まあ実験データを整理したらこれが出てきたそれでパリスさんがこれを論文書いた。即論文書いた。もちろん英語で書いてるわけです。<laughs> で、ジャーナルの超有名なところを投稿した。 1>, 1回目す、査読通らなくて。えなんで ?2 回目、査読通らなくて。3回目、査読通らなくて。みんなから、こんなはずはない。どういう理由かわかりませんけれども、ある先入観で、こんな関係がなれたらさらがない。全部の有名なジャーナルからリジェクトされて、もうどこもなくなったわけででも本人は、 これに問題にはもう確信がある。これで解けるんだと問題が。でもどこかに公にしなければ自分の成果は理解されないだろう。ということで、自分の所属していた研究所、この人はメーカーに勤めてたんですね。大学ではなくて。そこが非常に大きかったんじゃないかと思うんだけれども、メーカーから出てきた研究論文はあまり信用できないんじゃないのかと。いろんな大学の先生から叩き上げられ、叩かれましてね。 そして、障害者から自分の会社のところからこの論文出したかなり経った後に、ある大学の先生が航空機の事故を起きたときに、そのパリスさんの論文を読んで、なんでこんな大切な論文がどこにも通らないでこういうところを浮遊しているんだと言って、それを使い始めてから、破壊力学が途端にものすごい使えるぞということになったわけ。 結局、そのパリスさんというのは会社を辞めてあの大学から引き抜かれましてね、この一つの指揮を見つけただけでも、この人は計り企画の立役者にその後なりまして、かなり長い間、長生きをされて、もうこの分野をですね、指導していくような立場、アメリカでずっとやられてたわけですけれども、皆さんももしね、先生に論文を書きなさい自分はこれはすごくいいことが書いてあるんだと。僕はいつも学生に言ってエンカリジするんだけれど、学生が書くと論文を落ちるんだよね。 本当に落ちるんだよこれまた笑い話なんだけど、僕がね、ある学生の非常に優秀な学生を修士で指導してて、すごくいい論文を書いた非常に有名な雑誌があるからそこに投稿してみなさいって,って出して落ちたですごく彼氏は悔しがったわけだよ。すごく苦労して論文一本書いてね。で、俺は悔しい、悔しいんだけど、まあ、こことここが多分問題があるんだろうなということで。 そこのところちょっと書き換えて、彼と私の名前ひっくり返って、<laughs> したら通った。<laughs> 1週間。<laughs> そういう世界なんですね。つまり、君たちがこれから何か新しいものを見つけたり、みんなに公表しようとするときには必ず論文書いてほしい。論文書かないやつはやっぱり研究者じゃない。これはもう絶対回すか。理い解いい、自分の指導教員がこれから厳しいことを言うと、何本論文書いてるのかということは、その人のアクティビティに関わっていることだから。 論文をほとんど書いてない人、ほとんど研究してないと見ていい。次に、君たちが論文を書いたことで、社会をほとんど通さない。そこもある。このパリスさんが言う通り。いい論文になったらいつかは通るかもしれない。でも今の僕が言ったように、筆者の名前を前と後ろ変えただけで突然論文が通る。こういう世界でもある。だから、皆さんはもし先生に論文を書きなさいと言われたときに、 まず最初多分結構簡単にリエクトされたうんで何のコメントもなくその時は残念がらずにあの先生が言って荒井先生が言ってた通りだと頑張ろうというふうに思ってほしいですよね学生の各論文は通らないんですねなぜか知らないんだけれどもねじゃあまたもっとこちらの話に戻りましょうか さあ、えっ、ー、と、またこの話をすると、あと25分しか論時間がなくなっちゃうで、もうこういう話をしないとね、皆さんこれから研究の道に入っていこうという時に、こういう話をしないとね、頑張ろうって気になれない。僕もそうだったけどね、やっぱり、で僕はまあ論文を出されたことないんだけれどっていうのは、もうこれぐらいの歳になるとね、仕事するとこういう仕事しちゃうんだよね。何かあの思いつきがあったときに、 まず計算をしたり実験をする前に頭の中で全部を想像して組み立てちゃうんだよ。もう僕それができるので。でそうすると、そうなるように実験し始めたり、そうなるように計算し始めちゃう。だから自分がその間を思いついた時にはもう論文の形が出来上がってるわけだ。そうするとね、何がいいかっていうと論文は取りやすくなるんだけど、面白くないねよ、論文が。<laughs> だから学生のみんなががむしゃらに取ったデータは、 ものすごくあっち行ったりこっち行ったりしてて複雑なんだけれども、だけれども面白いものがいっぱい宝石が散りばめられてて、だから僕は学部の時にはかなり厳しく指導する。だからみんなも知ってると思うんだけど、それはなぜかというと、研究のやり方っていうのを覚えてもらわなきゃいけないからね。ところが、マスターだったら君たちに任せるわけだ。それはなぜかというと、僕らよりも君らの方が柔軟な発想があるから、もしかしたら、 面白いことやってくれるんじゃないのかと。すごく期待大ですね。みんなにその可能性がある。ただその可能性を外に出さないと誰も認めてくれないし、外に出してみんなが認められてくれるって言ったらそうではない。叩かれると。そこでみんなが戦えるだけのタフな精神を持っているかどうか。そしたらまたこれだ。え強いやつよりも普段弱いやつの方が案外長生きしますよと。 こっちもおらないと、ね、授業を始まらない。じゃあ、これ、両辺ログ取ります。えこちらは M 肩を降りて、ログのデルタ形。 そうしますと、えー、こいつをですね、y イコール ax のような形で見ますと、これが y。えー、こちら側が x。そしてこちら側が切片、係数で、えー、これで縦軸横軸をログログで取りますと、実験データを整理しますと、するときには縦軸をログで取る。 横軸をログのデルタ K でと。そうすると、実験結果は傾き M で右肩上がりでこういうふうな形で増加していくようなデータが取れるはずだと。この M を見つけてあげれば、どれぐらいのスピードで亀裂が進展していくのかってことを予測できると。さて、この問題なのは、 右側の端点と左側の端点がそのままデルタ K が大きくなったり小さくなったりどちらに行っちゃうのかということです。デルタ K が大きくなるということは引っ張り試験をしている状況になるのでこの先は不安定破壊する。つまり引っ張り試験になっちゃう。一方、デルタ K をどん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 小さくしていくと 亀裂進展駆動力が小さくなるわけですから、亀裂を進展させるだけのエネルギーを供給できなくなるので、あるところで一定値に落ち着くわけだ。これをデルタ KTH。デルタ K スレッショールドっていうふうに言うんだけれども、このデルタ K が非常に重要で構造物設計するときに。これのことを加減界応力かけた係数。 下限界応力拡大係数範囲といって、疲労でいうところの SN カーブのまさにこれは何に対極しているのかというと、疲労源なシグマになるんですねもうこの応力拡大係数範囲がデルタ k t h になると、もう亀裂は進展しない。 だから構造物設計するときに亀裂の存在を共有して設計するのであれば、デルタ KTH になるように、デルタシグマの値を設定しなさいそうしておけば亀裂は進展しない。あるいは、それよりも大きな場合には、パリスツクに従って亀裂が進展しますので、いつ壊れるのかが予測できる。大変素晴らしいね、この公式は。 さてもうううちょっとだけあるのでどうしようかなこの先少ししやややこしいけどあと僕がかやめましてたのはこの数式をさらに展開していってもうちょっと面白い話があるんだけどもうちょっと皆さんも疲れてきてるのでやめときましょうかこの式をねさらにこれをずっといじくっていくとね亀裂の成長を予測する式を組み立てると最後に SN 曲線が得られる。 縦軸を力振幅で横軸が繰り返し破損繰り返し数の,の SN 曲線とパリス則からそれを求めることができるということを数式で証明しようかと思ってたんですけれども、ちょっとそのための時間が今足りない。でもよかったなと思うのは、皆さんにちょっとここでね、自分のうんちくを少し語ってみたので久しぶりにね、もし皆さんに、ね、今の僕ら言っていることがちょっとでも刺激になってね、研究室に戻ったらよし頑張るかというふうに思ってもらえればね、 これから示す数式よりももっともっと重要なことだと思いますのでね。皆さん方はね、授業で学ばなければ学問は学べないということではなくて、本来は僕がやるべき仕事というのは、この先は導入編で、あ,あこういう学問があるのかと言って、図書館に行って、さらにその深さを本で調べてもらうことが重要で、授業で教わったことが全部なんじゃないですからね、これ。ここで話していることは、測り疑惑の100分の1ですから。 もしこの分野に関心を持ってくれたとしたら、あとは皆さんが自分たちの研究と絡めながらやってもらってもいいと思います。本来この後まだね、いろいろちょっと話す準備をしてたんですけども、ちょっと今日これぐらいでめまして、来週はね、今度ちょっとまた今度パワーポイントに戻りまして、それで少しその研究との話を少し絡めていきながら、話を進めて、 来週でちょっと測り契約を一旦を終了し、またパワーポイントで少しあの座学の授業あ、座学と言いますか、えっと、説明をしていきたいというふうに思いますので、測り契約もね、本当は深いんですけれどもね、あの僕はだいたいこのコンパクトにこれで教えて、多分、本質的なところはもうほとんどすべて皆さんにこれで教えてあげられてるかなと思いますのでね。じゃあ今日もこれで授業、ちょっと早いですけれども、終わりにいたしましょう。